では、KTR ロケミ曲をアップやっていきたいと思います。今日はね、2021年リリース予定の新無料マップがついに発表されましたので、紹介していきたいと思います。やっぱり、運営がご了承してたフィヨルドなのかな？フィヨルドかな？今ちなみにここフィヨルドですよ。フィヨルドかな？それでは本日のもぐちゃぐちゃ一つ目、新マップの紹介。二つ目、新恐竜の紹介。そして最後に、新恐竜の公募について話をしていきたいと思います。そして、まず一つ目に、残念なお知らせがございますが、なんと、フィヨルドでは、ございません。ということで、フィヨルド、落選いたしました。ちょっとどういうこと、あんなにフィヨルドとズブズブの関係だったのに、あんなにフィヨルドご了承して、公式のスポンサードモッドにまでしていたのに、フィヨルドもあんなにめっちゃアップデートしてたのに、結局あんたたち、体だけの関係だったのね。男って、いつもそう。ということで、残念ながら、フィヨルド、今年、来ません。で、代わりに来るのが、なんとこちら、ロストアイランドになっております。え？あ、なにそれ？俺も全然知らんかった。うん、っていう形で、今回は、このロストアイランドが2021年の無料マップだね。去年で言うと、クリスタルアイルズっていうのが出たんだけど、同じように、シーズンパスとかを買わなくても、無料でね、使える新しいマップっていうことで出る予定になりました。これはもう確定です。ということで、なんと今回、フィヨルドを押しのけて、2021年、実装と決まりました。このロストアイランドについて話をしていきたいと思います。で、まずね、マップが超ヒレ。なんとクリスタルアリスと同じ150平方キロメートルです。マジで広いぞ、これ。ちなみにね、ラグナロクが144で、クリスタルアイルズが150っていう形で、で、確かアイランドが60ちょいだったから、めちゃくちゃ広いのよ、これ。で、ちなみに、これ150キロ平方メートルってどのくらいの大きさですかっていうと、大阪の堺市ぐらいなので、まあおそらく、このマップは祭りで喧嘩が起きそうな匂いがします。はい。で、ここでね、俺ね、ちょっと一個気になった点があるんだけど、それはね、クリスタルアイルズでは、グリフィンとかトロペオグナトゥースとか、あとはクリスタルワイバンっていうね、移動のお供が結構いたので、マップがめっちゃ広くても、まあ、いろんなね、バイオオームでピックアップしてきて、テイムしてきて、で、そこまでストレスのない移動ができてたんですよ。なんだけど、同じね、150キロ平方メートルというバカでかいマップになると、そこら辺の移動の手段がかなりポイントになってくるんだよね。これどうするみたいな感じになって、端から端までトロペでもまあまあちょっと遠いなみたいな感じがあったので、そこら辺ね、多分いろいろバイオームが多く存在していて楽しいとは思うんだけど、移動でねちょっと面倒になってストレスがあまりかからないような仕様にね、いい感じにまとめてくれると嬉しいな。ドリな、ドリわかるよな、ドリそこよろしくね、うん、それでは次バイオーム行ってみたいと思います。で、バイオームはね、説明文があって、サバイバーが新しいバイオーム、課題、神秘的な遺跡に遭遇します。滝の谷を探索したり、レッドウッドの森の上に家を建てたり、広大な沼地に降りて汚れたり、水中に深く潜ったり、雪山に登ったり、そしてなんと洞窟を探検したり、すべてのサバイバーに何かが起きます。ということで、皆さん、クリスタルアイルズの唯一の弱点思い出しましたか？そう、冒険要素、洞窟要素が少なくて、しかもボスがそんなに強くなかったんだよね。なので、そこのハイエンドな冒険という項目が今回なんとあるようなおいにいがしております。しかも遺跡系も結構置いてあるっぽいので、かなり人工物的な、まあ、人工物っていうか遺跡なので、まあ、元人工物みたいなものが結構あるんじゃないかなって思うんだよね。で、特に、まあ、無料マップね、まあ、ラグナロクとかそういったマップに関しては、お城とかなんかね、村っぽいのがあったり、家っぽいのがあったり、何かしらね、文明の残りががあるバイオームというかポイントがあったりするので、今回はそのバイオームの中にいろいろ遺跡とか文明の、まあ、なんか残りががするポイントが結構あるんじゃないかなって思いますね。これは一言にまとめると、インディージョーンズです。はい多分インディージョーンズマップなんじゃないでしょうか。まあ、元々のアイランドプラス、あとは無料マップでさっきも言った文明の残りが、これがプラスされているようなマップなんじゃないかなって思うんだよね。やっぱりアイランドっていうのは、やっぱり原点にして頂点っていう言葉があるように、まあ、原点にして本当にアークの良さを詰め込んだマップでもあると思うんだよね。無人島で恐竜がいて、さあサバイバーが生き残るぞっていうようなマップなんだよね。そしてクリスタルアイルズで成功したようなでかいマップねっていうののプラスアルファを総合して、2021年最新版のアイランドと言っても過言ではないでしょうか。もちろんこれは中国製ではございません。
Amazon の2021年最新版とはわけが違うぜっていう感じで、やっぱり2021年はストーリーマップ最終章ジェネシス2が出たので、やはり終わりとしての、まあ、何かメッセージかわからないけど、最終章の横に並ぶのはアイランドというね、原点のマップに近しいものではないのかなっていうね、そんなエモいことも考えたりするかなっていう今日この頃ですっていう感じで、おそらくまあオーソドックスなアイランド風味に仕上げているプラスカスタムマップ、無料マップのいいところの人工物的な、まあ、何かしら遺跡とかの残りがねっていうところと、あとは広いマップっていうのを総合したマップなんじゃないかなと思いますね。それでは次に新恐竜について話をしていきたいと思います。まずね、今回この新マップ、新恐竜は3体いるらしいです。完全新規恐竜が3体で、まず1体目が確定していて、その1体目の紹介があります。でこれはアマルガサウルスっていうね、クビナガ族の新キャラが実装されます。しかもなんと今回こいつら攻撃的らしいんだよね。おとなしい系のゆるふわ系森ガールの象徴であったブロントやディプロを押しのけて、肉食系のクビナガ系ガール登場です。しかもなんか捨て子のように背中のトゲトゲがいろいろ有能らしくて、寒さとか暑さに適応するために発達していて、でさらに、まあこれはアークのオマージュだと思うんだけど、穂としても使えて、まあイカナの穂ね、そんな感じでスイマーとしても有能な動きをするらしいんだよね。なのでまさかの首長族、水陸両用の生物となっているっていうことなんですよね。っていう感じで結構ね、おもろい機能で、背中のトゲがやっぱりキーになっていて、それを中心にいろいろ能力が展開されるみたいな感じなんだよね。でさらにテイム後もこのトゲが中心になってきて、このトゲを引っこ抜くこともできるらしいんだよね。すげえちょっとグロテスクなんだけど、で引っこ抜くことによって体温調整ができなくて、なんか放熱とかしまくっちゃって、でそれによって周りの環境に影響を及ぼして、なんか樹液かレッドウッドの木かわかんないけど、育成をなんか促進するみたいな、そんなね、なんかマニアックな機能があるらしいんだよね。なんか樹液が、まあ、すっごい生産されるか知らないけど、でさらに戦闘用としてももちろんトゲはね使えるっぽいので、いろいろなパターンの個体を作れるっていうのが今回のこのアマルガちゃんらしいんだよね。でこれさ、図鑑にさ、なんか半分メラメラして半分氷みたいな感じのイメージ図があるんだけど、これさ実質さ大の大冒険のフレイザードじゃねえ、これもしかして。あ、ごめん、今ちょっと消臭しちゃった。あ、あの19歳のアイドルってこと忘れてた。これってさ、実質さ、ヒーローアカデミアの、これ、トドルキ少年じゃね？これ、令和っぽい。うん、令和っぽいね。オッケーオッケー。トドルキ少年でいこう。うん。トドルキ少年っぽい感じなんだよね、これ。なので、もしかしたら、トドルキ少年みたいな能力がワンチャンあるかもしれない。わかんないけどね。という感じに、まあ、ちょっとね、実装されてみないとわかんないんだけど、結構トリッキーに複雑なね、トゲというものを中心にいろいろ派生して、能力を使えるっていうのが、今回のこのアマルガちゃんっていうね、新しい肉食系クビナガ恐竜になっているみたいです。しかもなんと、クビナガユルフワ系森ガール一族の中で、唯一の肉食系女子ということで、おそらくこいつ、ナイトプールであわあわプレイしておりますわ。羨ましいな、この野郎。あ、すいません。ちょっと今、市場が漏れました。はい。それでは最後に、新恐竜の公募について話をしていきたいと思います。なんとね、今回ね、3匹ね、新恐竜出るって、ロストアイランドでは決まってるんだけど、その中でも、まず2匹はね、もうね、運営が決めてるらしいんだよね。1匹目はさっき紹介したアマルガちゃんで、もう1匹目はね、まだね、発表されてないんだけど、この3匹目に関して、みんなから募集するよっていう形で運営から発表があったんだよね。なので、みんなが好き勝手恐竜を応募して、その中から選んでくれるみたいな感じらしいんですよ。これめちゃくちゃ面白いよね。みんなもさ、ちょっと応募してみたらどう？一応ね、なんかね、応募のなんかフォーマットとかわかんないけど、なんかそういった説明のページがあるんだけど、それをね、公式ホームページの URL あるので、それ貼っておくので、動画詳細欄から見てみてください。で、もちろんね、これ公式サイトなんで、アメリカ語になっておりますので、私ね、アメリカ語不得意なので、ちょっとよくわかっておりませんので、Google 翻訳さんにお願いしてみたいと思います。で、これを誰応募するよって話なんですよ。で、俺は真っ先に思いついたのが、アルゼンティノサウルスなんですよ。で、これね、ちょっとね、被っちゃうんだけど、首長系の森ガールなんだけど、世界で一番ね、大きいとされる恐竜なんだよね。なんと、45メーターあるんだよ、最大で。マジで、ロマン級の恐竜なんですよ。で、まあ、正直ね、これはね、本当に案としては通らなそうだけどね、アマルガムいるし、言ったのもいるので。ということで、第2案として、まあ、今までさ、ボス戦といえばレックス、もしくはアベレーションとかではスピノっていう形で、ボス戦のメインの火力としては、ピノであったり、あとはレックスっていうのが、
大半だったと思うんだよね。で、まあもちろんギガノットはボスエリアに連れていけないので、まあそんな形にはなるんだけれども、で結構さ、レックスのアゴ強い一族の中で出てないやつ結構いるじゃん。なので、その中からさ、ぜひさ、出てきてほしいよね。第3の勢力として、ボス戦で使えるメインの火力として、どうかなって思ったりするんだよね。選択肢を汎用的に広げるのであれば、やっぱりアゴ強一族の一員として、あいつらめっちゃさ、骨発掘されてるからさ、そこら辺で、まあ、同じくらいの、レックスぐらいのデカさのやつを実装してみてはいいんじゃないかなって思ったりしますね。ということで本日は、新しいマップのロストアイランドについて紹介してまいりました。なんとフィヨルドね、残念ながらちょっとね、採用されなかったんだけど、おそらく2022年のメインの、まあ、主力コンテンツとして控えてるんじゃないかなとは思いますね。さすがにこんだけね、運営がバックアップして、で、かつ、このフィヨルドの開発者さんも、もともとね、バルゲル作ったっていう実績もあるし、あとはセドリックとかと、ツイッターとかで全然交流もね、普通にしてるので、なので、そういった形でね、まあ、第一候補としてはね、まあ、揺るぎないと思いますので、来年のね、まあ、メインのマップにフィヨルドはなるんじゃないかなって思ったりしますね。で、ロストアイランドに関しては、これはこれでやっぱり、みんなそろそろアイランドをやりたくなってきた頃じゃない？っていうので、アイランド風味で、で、それプラスカスタムマップのいいところを混ぜたような、いい感じのマップなんじゃないかなと思いますし、やっぱりね、マップが広いっていうのは、クリスタルアイルとか、あとラグナルクやってると思うんだけど、正義なんだよね。やっぱおもろいんですよ、バイオームも広くて。なので、そういったことを考えると、かなり期待してもいいんじゃないかなと思いますね。で、あとはね、みんなもね、ぜひね、恐竜ね、新しい新恐竜さ、応募してみてよ。あとは、こんなさ、恐竜どうとか、恐竜の案あれば、ぜひね、コメントいただけると、僕そもそも恐竜好きなんで、ウィキペディアで恐竜調べて、みんなの推薦されたやつを見て、ハーハーしたいと思います。はい。それでは本日もご視聴ありがとうございました。現在として、チャンネル登録1万人、10万人目指しており、ぜひ応援していけるよ嬉しいです。楽しんでいただける動画のものと、今後も次の前のステージチャンネルをお願いいたします。また、いつもコメントや高評価くださって、皆さんの妄想に遊びに来てくださって皆さん、本当にありがとうございます。ぜひですね、恐竜ライフ一緒に楽しんでいただきたいです。それでは次のロストアイランドライフでお会いいたしましょう。バイバイ。